このですね、このアーモンドってバンドなんですけど、これあの実行委員、この白岡バンドフェスの実行委員で、組んで、いるバンドです。実際結成というかあの、そうですね、このバンドが、結成されたのは去年の12月ですかね、に、バンドリーダーの、ドラムのいるかな、今準備してるんですけど、ドラムのカズさんが、カズベが、はい、リーダーで、結成されました。はい、で、普段ですね、洋楽ですね、洋楽を60年代、70年代とかですね、そんな版ロックをちょっとやるバンドを作りたい、作りない、作ろうよって話して始めたんですけど、初、今日がその初お披露目ということになります、ライブではですね。でも洋楽ロックはできしないんで、今日はそのフェスのテーマをやります。で、特別参加、コーラスで実行委員のですね、お二人に、なんてお呼びするんですか、メンバー名、カネ君、はい、さんと、はい、お名前は何て言うのかな、はい、よしべ、よしべで、あとですね、一緒にバンドフェスの進行担当をしてもらってるトランペットの、黒部、何でもベーつければいいと思うんですね、に参加してもらって、で、あとのメンバーは、紹介しますと、ベース、タテバンドフェスの副実行委員長をされています。で、ギター、二日酔いハンドさんです。で、先ほどもご紹介しましたけど、ドラムの、カズベで、私がボーカルとギターで、僭越ながらちょっとこのテーマ曲を、一昨年ですね、作らせていただいて、やっとこういうバンドの形で初めて、皆様の、前でお披露目できるとき、すごい感謝しております。はい、ノサリンです、よろしくお願いします。恥ずかしいなこれ自分でノサリンって言う恥ずかしいな、はい、では皆様ご用意のは、
나는 知らんか名物一体何がある白い仮面のヒーロー街の顔した癒しのゆるキャラ骨折あるけどこれが一押しかな白若白若白若おばんのフェスティバル帰りください。あ、すみません。